購入いただいてる件ベスト3完璧なリュックということで喜んでいただいて嬉しいです。今回ね新色ね実はこの台風でですね2024年7月の売り上げを発表していきたいなと思いますということで、まずはですね金額からいきましょう。で金額見て順位いきたいなと思いますのでこちらです。ドン。はい、7月の売り上げが1128万円ということで7014円ということになっておりました。本当に皆さんいつもありがとうございます。これとはまた別で下に出てるショッピファイっていうサイトもあってこちらの方でも約150万円ぐらいですかね購入していただいた方もいらっしゃるということでありがとうございます。ではちょっとねランキングを見たいなと思うんですけどランキングがですねちょっと落ちてんじゃいます。7月が63位ということになっております。まあランキング的にはまあ100位を守ってるんですけど、まあ、トップ10には遠く及ばずというような形になってるっていうのが現状となってます。でもちろんこの後皆さんのレビュー見させていただきますしあと新色とかそのあたりもあるのでその見たいし各都道府県別のこの県めっちゃ買ってくれてるお客さんおるけどこの県全然買ってくれてへんなみたいなところもお伝えしていきたいなと思いますしあとアメリカについてもお伝えしていきたいなと思いますのでよろしくお願いいたします。でまずレビューの方からいこうかなと思います。この T シャツですね T シャツ届きましたといつも丁寧な発送ありがとうございますということで特に白 T の特集は興味深くてヘインズの白など購入着用しましたがやはりこの高級 T シャツは全く別物でしたということで着た瞬間柔らかいコットンに包まれた感じでずっと着てたい感じですということで喜んでいただいて嬉しいです。実はこれ来年に向けて違う生地でもまたちょっと T シャツ作ろうかなと思ってたんですよ。なんていうのこれってちょっと今っぽいシルエットじゃないですか。逆でもなんで昔っぽいシルエットで作ろうかなと思って進んでてもうサンプルも出来上がってんけど、まあ、悪くはないやけどやっぱ下がるんでもうそうやったら生地はこれにして形をこれも継続でやるんやけどもう一個違う細いタイプも作ろうかなと思ってるぐらいやっぱ生地に関してはこれいっちゃうとね他いけないっていう感じであとまあ一回洗うと首周りも気になりませんということでふわふわということで洗わない状態できたら確かに首がちょっと狭いかなっていうことがあったんですけど、まあ、前のバージョンよりも柔らかいですと着心地いいですということで言っていただいて多分ね前のバージョンと比べてもらったらね一番わかりやすいのが洗濯した後もシワが寄りづらいんですよ。なので、まあ、その辺ってやっぱ長調面ならではの良さやしやっぱスビンはスビンで良さもあるんですけどスビンはちょっとシワなりやすいっていうデメリットもやっぱあったんやなっていうのを実際使ってみて僕も感じました。でアクセサリーねアンクレット派手でもなく地味でもなく見え方で輝きが程よい感じで存在感もありますということで喜んでいただきました。素敵な商品ですということでカップルやご夫婦ペアに最高ですということで喜んでいただいて嬉しいなと思います。でサングラスですねもう最高の一言ですと久しぶりに物を買って感動させていただきましたということでとても嬉しいなと思います。サングラスに関してはねやっぱ手作業で職人さんがやってるっていうところもあって微妙にちょっとズレがあったりするんですよ。でそういう時はもう遠慮なく言ってきてください。やっぱりこの方もそうですけどやっぱ満足していただくっていうことが一番大事なんで何かあればね、連絡いただけたらなと思います。次はですねタマニットですね。これはですね7月下旬発送やったんですけど早く発送していただいたおかげで夏いっぱい着れそうですと奥さんと娘とレストランに行く予定がありましたがかっこよく行けそうですということで喜んでいただけて嬉しいなと思います。ベージュのショーツとも相性いい。へえ、なるほどね。ブラックの M なんやこの人は。で次がですね同じくこれブラックの XL ですね。職場の飲み会で着ていきました。正直かっこよく決まりましたとさすがフリンスタイルということでフリンニットですね。野外のビアガーデンで着てても周りと服装が被らずに T シャツではない綺麗めに見えてとても良かったですということで喜んでいただいて嬉しいなと思います。まああとはねネックレスとかブレスレットとかいろいろと皆さん喜んでいただいてねレビューがあって嬉しかったです。まあ特にリュックなんかはね結構待っていただいてようやく入荷してお送りさせてもらったんですけど使用してから2ヶ月程度経って特に手入れしないんですけどレザーの光沢感が出てきて高級感がありますということであとあまりフューチャーされてないと思いますけどもリュックの内側のポケットがついててここにポケットがついててここにハンカチとかハンドクリームとかそういうの入れてますということで僕自身もミンティアとかボールペンとか SD カードとかを入れたりしてるんですけど確かにフューチャーしなかったかもしれない。完璧なリュックということで喜んでいただいて嬉しいです。まあ雨の日でもいけるからねそれがやっぱ僕にとっては入れ替えめんどくさいから1点あれですね読んでおきたいのがあります。ちょっとダメやったなっていうところなんですけど質感はとてもいいロンティーなんですけどもそういってから調整線木箱に保管してるんですけども右の胸箇所に1箇所修正みたいな感じで厚く縫われた箇所があり光に当てると厚さが違うので暗く見えてよくわかりますと補正みたいな感じなんでしょうか少し残念ですということなんですけどこれ多分おそらく初期不良やと思うのでこの後すぐにね連絡させていただきたいなと思ってます。はい、ということでねまあいろいろと皆さんからお声いただいて県別でもちょっとやってみたんですよ。どの県が一番購入いただいてていただいてないのかっていうことなんですけど購入いただいてる県ベスト3トップ3っていうのがあって第3位が愛知県なんですね。愛知県の方大好きです。愛知県はもうまた行こうかな。第2位大阪。さすが大阪。よく分かってくれてる。やっぱ同志たちですよね。で、第1位。やっぱり東京なんですよ。やっぱ大都会東京が一番分かってくれるんやなっていうことでね、嬉しいなと思うんですけど、対して反面的にワースト3っていうのがあるんですね。ワースト3位っていうのが佐賀県ということで、佐賀県はですね、一回日本一緒で行かしてもらったりしたんですけども、やけどもうちょっと次からはもう佐賀はもう通り越そうかなと思います。九州行っても佐賀もなしにしようかなと思ってるぐらいもうちょっとおこになってます。ワースト2位っていうのが何かっていうと、僕は好きなんやけども残念やなっていうのが高知県。高知県
県の方が、少なかったよっていう声をいただいて、あ、そうなんやと。でも高知は僕カツオ好きやで、行くの好きやけど、ちょっとしばらく行かんとこかなと思ってます。ワースト1位は沖縄でございます。で、沖縄は確かにもう前々からちょっと注文数少ないなと思ってたんですよ。っていうのも送料結構かかるっていうのもあるし、まあ、他にもいろんな理由はあると思うんですけど、もうそう考えたら僕沖縄今年3回くらい行ったけど、もう次しばらく行かんとこうと思ってますので、別に嫌いじゃないですよ。全然嫌いじゃないんやけども、まあ、ちょうど冬に入るから、あんま沖縄に行くシーズンじゃなくなるので、撮影とかがね、行かないだけなんですけど、まあ、そういう県別っていうのもあったみたいです。今回ね、新色ね、実はこのニットも赤のワインレッドっていうのが出てて、なんやったら再来週もう一回ラスト入荷するんですよ。だからもう一応9月入っちゃうんやけども、とはいえまだ暑いし半袖着るよっていう時なんかはいいんかなと思って、ギリギリ入荷があるんですね。で、もちろんこのワインレッドもあるし、ブラックもネイビーもカーキも、あとライトグレーも全部入荷するっていう感じなんで、それが多分年内ラストにはなると思いますけど、次は長袖、フリーニット長袖バージョンっていうのを今作ってるから、また生地も全然変えてね、やろうと思ってますので、そんなんがあったりとか、あとはブルゾンですよね。ブルゾンもこの赤のブルゾン、なんで最近赤が多いんかわからんねんけど、赤ばっかりなんですよ。でも気分なんでしょうね。で、赤を僕作って、これはロサンゼルス行ってる時に着用してたジャケットなんですけど、その時映えたんですよね。で、赤いいなって、後で動画とか見返しても赤映えるなと思ったんで、商品化するっていう感じで、もう多分近々来週ぐらいに販売始まるかなと思うんですけど、それも楽しみにしておいてほしいなと思うし、パーカーに関しては今日かな昨日かな、ちょっともう言うてるも販売かなと思います。サーモンピンクっていうところで、もうこれに関してはいつかの木村拓哉さんがこの色味を着てたような気がしたんですよ。絶対これええやんと思って、ちょっと着ますね。はい、とまあこんな感じでね、まあ、ピンクっていうのも可愛らしいかなと思って、ピンクのこの色味がいいなと思ったんですよ。やっぱアウターとか冬場着た時とかってこうね、暗なってくるじゃないですか。で、そういう時なんかにワンポイントね、こう差し色にもなってくるし、あとジーパンもこのね、加工したバージョン、今までジーパンパンツで出してたんですけど、それをもし仮に10年後履いたらこうなるんちゃうかっていう加工バージョンにしてるんですね。だからちょっとニットとかと違って大人のレストランとかではないんですけど、どっちかって言ったらちょっとカジュアルによらした感じで、ちょっとパーカーもやってみようかなっていうことで、こういう感じでどうかなっていうのをね、やってみました。ただこのパンツに関してはまだ販売してないんで、10月26日デニムの日っていうのがあるんですけど、まあその時に販売させてもらえたらなと思ってるので、そこに向けて新井の加工さんとか、前も言ったと思うんですけど、まあそこでやってもらってるっていうような感じになっております。で、そこの人と10年後ってどうなってますみたいな、で結構そうクラッシュ入ってますよって言われたんやけど、いや僕のお客さんあんまそういうの好きじゃないんで、僕も好きじゃないし、だからそういうダメージはほどほどに、やっぱ色のちょっと薄まった感じで、特にブルーのこの薄い感じを出したいっていうところで話をして、つけていったっていうような感じなんですけど、まあそういう感じになってます。で、最後アメリカなんですけど、アメリカちょっと待ってください。まだ結果は出ないですけど、今ようやく PDC を回してこう回ってきております。これがいいあれがいいっていうのを試して、いろいろ一個ずつ試していってますし、今見てもらってる値段が日本の値段なんですけど、アメリカにはもうちょっと値段が高くなってるんですよね。アイテムも1アイテムしか出せてないから、もうちょっとこのアイテム数を増やすっていうのもそうやし、もちろん画像を変えていったりとかする必要があるっていうところで、やっぱ日本といえばその和の庭園とか、そういうのを画像にこうボディーワークなんかもやってみたりだとか、竹林で撮影してみたりとか、よりこう日本っぽさが出るようにっていうのは試行錯誤しながらやったりとかしてるんで、必ず絶対反応があるっていうところでやっております。全アイテム出そうと思った時には、全アイテムになった時に日本とアメリカの値段が違うんですよ。だから日本のお客さんからしたらアメリカの値段見たらすごい高いなと思うやろうし、アメリカのお客さんから見たら日本の値段見たら安いなって感じるかなと思うので、タグを買いやんとあかんくなってくるんですよね。だからそれができひんから、それに向けての対策ももう僕行ったんですよ。なのでそれに向けての対策をやって、より本格的に全アイテム出せるようにっていうところで、せっかくジーパンなんかもね、デニムなんかも興味持ってくれてるお客さんも海外の人って絶対いるので、そういう人に向けてもデニムも出していきたいなと思ってるので、こんな感じで今動いてるということになってます。パーカーはもう販売してると思うし、あとベージュなんかもう完売してたやつも追加して全サイズ今入荷してきたと思うので、見ていただけたらなと思いますし、あとブルゾンなんかは近々かなっていう感じやし、サングラスなんかも近々入ってくるかなみたいな感じなんで、また楽しみにしておいていただけたらなということで、本日はですね、売上発表してみたい動画になってます。また別動画でお会いしましょう。ありがとうございました。